でまあふらふらと、ショッピングモールを探しているという形ですね。ここからショッピングモールの方に、入っていく形になりますね。あちらのすごいですね。
青地に、あんちゃんって肌色の地に、なんか青いやつが入ってて、感じですね。なんかこの辺すごいですね。この辺ね、なんか本当に、ああ、なんか開発されてんだな、みたいな感じの雰囲気がすごくしますね。おう、段差も見ないと。高めのショッピングモールというか、ロンジンとか、あの辺が、はい、来ましたね。ショッピングモールは、とても高いですよね。高めのロンジンとか、あの辺が、ちょっと、この辺時計が並んでるような。はい、でまあベトナムの何だろう、一般的な買い物場所というよりは松坂屋みたいな百貨店みたいなねところに入っていきました。でね、まあ、1階は宝飾店だとか海外のやつだとかがいろいろとね並んでいる形で、ベトナムっぽさっていうのはなかなかなくて、でないですね。店員がベトナムみたいな、ベトナムの方みたいな感じですね。そんな感じでしたね。でもこっちが宝飾店を見ている父親みたいな感じで、でこんな感じでやってますね。でこっからねちょっと上の方行こうかみたいな感じでちょっと撮ってます。このお店結構いい匂いするかなと思ったら、多分1階の高級店がいい匂いを醸し出しているんでしょう。で1階から2階に動きまして、多分百貨店みたいなのがすごいですね。名古屋より松坂屋みたいな感じのところかなというふうに思います。ベンコムセンター今日ね、本当やることないんで、ショッピングモールに行ってきますけども、まあ、こんな感じで、まあ、フォトグラムがあるんで、なんとなくわかりますけどね、今2階で宝飾店と、あと服ですかね、服の、ところ、女性物ですね、なんで4階、5階のに行けば、なんとなくわかるかな、みたいな感じですね。感じで、こんな感じで、時計が、まあ、時計と宝飾店が多いですね、1階は特に宝飾店。あと服が、まあ女性物の服が多めですね。なんかこの辺、まああんまり、まあ民族衣装着ないとは思いますけど、大体ね、ベトナムの、まあどこかだと、青材だったかな、ベトナムの、民族衣装的な範囲の、着て接客してくれてる人が多かったんですけども、あとね、ベトナム航空は青材の女性がね、キャビアテンダントですね。あんなに日本もなんか着物着てね、キャビアテンダントすればいいなと思ったんですけど、まあ、ちょっと動きにくいからダメかもしれないですね。なので、ここは男の人用ですね。メンズの会に入ってきました。親、いいよ。ちょっとぐるっと回るわ。はい、ぐるっと回ります。こんな感じで、男性物のエリアに入ってきました。カバンとかね。ありますでね、ただ問題はですね、よくわからない、はい、でですね、ここの5階に、ゲームセンターがあるというふうに書いてあったので、じゃあベトナムのゲームセンターどんな感じなのかなと思ってね、上がったのが次の動画、こちらですね、ビカビカとゲームセンターがあるんですか。ゲームセンターに来ましたって、なんかすごい本当に、ここからもう、何これなんですよ、すごい子供の好奇心そそるみたいな感じ。ゲームセンターですね、これは、すごいな、これがベトナムのゲームセンターだそうですね。すごいな、あ、鉄拳ありますね、鉄拳があって、なんか薄暗いな、こんな感じなのかな、結構ね、子供いねえな、
せなかった。チャージボタン。日本語だ、日本語。日本語で書かれてる。日本語の機械にすごい入ってきてるのか。すごいなぁ。まあ、だいたい日本でも見られたようなやつありますね、結構ね。一昔前のゲームセンターみたいな感じのものが動いてるけれども、あ、馬とかあるね。ねえ、すごいね。すごいね。どうなの？からカラオケ、カラオケボックス、あ、カラオケボックス、すごい、すごいな。なんかこんな感じ、ピカピカしてる、本当にピカピカしてる。これがゲームセンターなんだけど、なんの、まあ、ここだからみたいなこともあるけどね。そうなんだ、そうなんだ、これがそうなんだ。面白い、面白いです、すごい。どうやってすげえ、すげえ。はい、というわけでね、ベトナムの2日目、朝から昼へ動画がこれで1回終わりという感じで、次の動画に続きます。それでは皆さん、こんな感じで、バイバイ。